どうもー、花金カップルでーす。今日本当は香川県に行く予定やったんですよ。二人で行く予定やったな。そう、朝7時とかに起きて香川県行く予定やってんけど、もう眠なくてもう寝ててんな、もう寝ちゃってんな。寝てた。そこで気づいたらもう昼も過ぎてて何もできへんわってなってたんですけど、いやそれはちょっともったいないことで、うん、ラーメン食べに行こうってなってこれ買ったんですよ。おー、魚介オンエアさんがさんがじゃんけん買った人が食べてって、なんかどんどんお腹いっぱいになっていくみたいな企画やってはったやん。やった、見たな。それを見たから、なんかニコラもいろんな種類食べたいし、それやってみるみたいな。そうなって、じゃんけんで買った方がラーメン食べに行って、ほんで片方は待っとくみたいな感じ。地獄や。そう、一人ずつ行くっていう感じで、ほんで今日はもう二人ともめちゃめちゃだるぎです。クソだるぎ。もうラーメンを食べるに適した服装できてるから。はい、1店舗目が決まりました。松花園さんでも目の前着いたんで早速3時、もう4時とかやねんけど何も食ってないねんな。何も食べてない。もうほんま糖分が足りてない。マジで負けられへん。じゃあ一緒あげる。じゃあ、はい、はい、こいしょ。嬉しい、行ってくるわ。バイバイ、お疲れ。あ、お金持ったな。え、俺マジでなんでか知らんけど、俺自分が負けること想像してなかったんけど。え、マジでこの時間地獄やん。暇、お腹も空いたし。食べてる写真最高に美味しいって。ムカつくわ。お疲れもう帰ろう。おい、帰らんからマジで。めっちゃ美味しかった。ほんまになんかおしゃれやった。めっちゃ店内も見た目がおしゃれ。俺でも隣のおしゃれなとこでコーヒー買った。お前ちょマジで次はほんま、だって次買ってもさ、うん、もう嫌やでリコでも賞味もう一杯はいける。食える。うん、はい、着きました。着いた。ここです。はい、一行車ですね。ほんま買ってや。一行車行きたくないとかじゃなくて、まだ全然食べれんねんけど、うん、次行くラーメン屋がほんま行きたいねん。そう言ってたな、ずっと。そう、怖っ。せいしょ、げっ、げっ、はい、行こう。あー、やったよっしゃよし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 、行きます。よっしゃ、やっと食えるぜはやない。あー、うまかった。やばい、いや、鼻水やばい。お腹すいた、リコも。マジ？うん、俺も全然いけるわな。いける？絶対いける。いいや、いいや、いいや、行こう、そのリコがずっと言ってるとこ。ここが5時半からちょうどくらいかな。ちょうどくらいちゃう。閉まってるかもしらんくて電話してます。マジで無理やねんけど。はい、行きたいとこが空いてなくてですね、定休日で。そう、違うとこ来ました。どこやったっけ。ここひなぎく。おいしそう。食べたわよ、普通に。行こうか。最初はグッ、じゃんけん、はい、はい、こいしょ。めっちゃほんま無理や、食べたかった。じゃあじゃあじゃあ、すいません、連続で。いらっしゃい。行ってきます。マジで羨ましい。良い子に待ってな。キモ。ラーメン食べて戻ってきたらこれです。おい、お姉さん、お姉さん、こいし
けど、もうもう帰ってきたよ。美味しかった？めっちゃくちゃうまかったけど、なんで寝てんの？もう決まってんねんな、次行くとこ。そう、新大阪ですね。寝て、寝て、ちょっと元気なってるやん。よし、着いた。ここです、グランプリ。塩部門のなんかグランプリみたいなとこ。ここから先へ。いや、食いたいけど食いたくない。最初はグッチョキ、はい、やったー。お腹いっぱいけど食ってみなかった、グランプリ。めっちゃ嬉しい。うわ、いいな。負けた負けたで羨ましいわ。行ってきまーす。嬉しい。あっち、あそこ開いてる、あれ。わからん、行ってみて。来る、行ってらっしゃい。なんか戻ってきてんけど、なんか戻ってきた。何や、もう無理、もう無理。もう毎回や、俺ら無理。何何何、本日完売。うわ、グランプリえぐい。絶対行こう、絶対行こう、絶対行こう。ここじゃあちょっともう一回選びます。毎回これ、みんなごめん。はい、あの、あんだけ悲しんでたんですけどね。なんと、なんかちょっと新大阪うろついてたら、うん、いい感じのラーメン屋さん、ほんまにたまたま見つけたから、タイパイタンのお店ちょっと行ってきます。なんかかわいい。大満足、めっちゃ美味しかった。でもな、初めて食べた味、なんか、うん、もう初めて食べた味。どう、お腹は？もう帰りたい。もう帰りたい。いや、もう次行くとこ決まってます。はい、次のお店に到着したんですけど、ラーメンうろこですね。美味しそうですね。うん、美味しそう。思ってる。いや、美味しそうやね。もう食べたいねんけど、ちょっときついものが。5分で着いた、ここも。最初はグッジャッキ、ほい、よし、達也か、よし。ちょっと行ってきます。いらっしゃい。おかえり。美味しかった。苦しそう。お腹にすごい溜まってる今。次死ぬんじゃん。次で、ね。あ、これちなみに、あの、一応勝者決めるんですけど、うん、あの、ギブって言った方が負けです。負けたら何にする？え、何する？明日一日ラーメン。いや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 、もうやめよう、絶対嫌。あ、こうしよう。家帰って、あの、ワンタン麺、あの、作る？どうしようか。負けた方が帰って、インスタントのワンタン麺を食べます。いや、絶対負けへん。死んでも食べる。じゃあ次んとこ調べていきまーす。バイバーイ。着きました。もう嫌、絶対もう嫌。最初はグッジャッキ、ほい、よし。はい、いってらっしゃい。え、何ラーメン、ここリコ知らんねん。俺もあんま知らん。え、ラーメン。いい感じで進んでます。包帯マンコじゃない、ほんまに。ほんまいい感じ、マジすごい。はっはっは、ボケ吐くなよ。見て、見えるかな。あー、マジでおもろい。さっき言ったところ家系やねんけど、リコに言わんかったらめっちゃ怒ってた。あー、おもろ。Thank you.
やばい。そうなん、ちょ、でも聞いて。今まで食べた中で一番美味しかった。マジで？うん、もう2回目行くってくらいめっちゃ好きな味やった。羨ましい。今度行こう、ここ。美味しかった。ほんまに美味しかったよ。やから食べれた。もう震えながら。めっちゃ帰ってくるの遅かったもんな。もう死ぬって思いながら、もうチャーシュー食べるときなんか白目向いてた、多分。美味しかったけど、もうやばいで、もうやばい。でもリコは行く。じゃあ次のとこ行きまーす。決めてた、もう決めてる。バイバーイ。休憩させへんからな。もうムカつく。なんでこんな近いん。もう2分しか経ってへん、マジで。はい、無理。来ましたー。ほんまやばいで、リコ。しかも次の店は混ぜそばです。やばい、もう怖い、ちょっとほんま怖い。最初グッじゃんけん、はい、やばい。ちょっと待って、一回ちょっと待って、ちょっとほんま、ちょっと待って、ギブ行くわ。行く、行くってついてきてほしいんや、ちょっと。一人で食べるの飽きてきてない？もうな、寂しい。シンプル。なんか別に一人でな、一店舗行くくらいやったら全然な、気楽やし、好きやねん、一人行動は。うん、どっちかって言ったけど、もうな、4店舗、止めやん、リコ、これ。行ったら。もういい、4店舗やで。じゃあ一旦行ってみ。とラーメンは食べよう頑張ったな。よう行ったんちゃう？てかリコすごいよ。すごいと思う、ほんまに。頑張りました。いや頑張ったな。もうな、多分美味しかったと思う、さっきの混ぜそば。もうな、分からんかなってるけど、でもリコは3個目のラーメン屋さんがめっちゃ好きやったな。あー、もう俺覚えてないな全部。ちょ、もうラーメンのことでも考えたくない。これどっちが敗北？リコやん。リコなんで、え、引き分け？もう、わたあめもいいやん。もういい、もうわたあめもいい。もういい、そんなもうあの罰とかじゃない。もうお互い頑張った。わたあめがかわいそう。かわいそう。な、うん。ごちそうさまでしたー。